寒月の演能会は一般に開かれた公演ではなく、総勢700名にも及ぶ分家筋を含んだ寒月の流派に属する能役者たちに見せる、いわば玄人向けの大規模なものである。中でも今回は藤代流の忍と明による二人静かに人々の関心が集まり、宗家が舞台の後で重大発表を行うのではないかという憶測が流れていた。若はいつにも増して冷たく美しい。さすがは藤代の若だ。また一段と凄みが増しましたな。だが連れの明もなかなか。その明といえば、宗家が明を藤代の家元に据えるという噂を聞きましたが。まさか藤代の家元はあの若さんに決まっているのでは。ですが藤代の芸風を考えますと。確かにそういうことも言えるな。いや、明が藤代の家元にふさわしくないとは言わぬが、そうすると今の藤代の若さんはどうな。終わった。若の前には圧倒されそうだった。こちらが飲み込まれてしまうかと思った。でも俺は精一杯やった。悔いはない。アキラ、よくやった。これ決まりか。演能会は成功のうちに終わり、人々は近くのホテルにしつらえられたパーティー会場に移った。寒月の宗家と宗師半代は連れ立って明を紹介して回っていた。もはや誰の目にも明が藤代の次期家元であることは疑いようがなかった。これが藤代明です。おお、これはこれは。二人静かは楽しませてもらいましたよ。いやいや、藤代の先が楽しみですな。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。お二人ともお見事でした。特に明さんはよくやってくれました。宗家もご満足されてますよ。藤代の家元に押してもおかしくない。今日の明の前なら誰も文句は言えないだろう。そうですね。はっきり言えばいい。私ではダメだと。若、連れ回してみて初めて分かった。明は私のそばにいない方が伸びる。素直な方なので若のそばにいると影響されてしまうのですね。これで寒月から解放されたと喜ぶべきなんだろうな。私はこれ以上お酒を召し上がってはいけません。後で奥へとのことです。私はもう行かない。明が行けばそれでいいだろう。いいえ、若にとのことです。今さらなぜ私が必要なんだ。藤代の若、宗家がお待ちかねだぞ。遅くなりまして申し訳ございません。忍、ご苦労だったな。早速だが、明と待ってみて忍はどう思ったか。見事でした。伸びやかで力強い藤代の前にふさわしいと思います。
昭が藤代の芸風にふさわしいと言うのだな。はい。では昭が藤代を継いでもおかしくはないな。はい。聞いた通りだ。昭、入ってくるがよい。今ここで忍を抱くがよい。そうしたら藤代の家元をやるぞ。はい。宗家、なんて。見事に泣かせてみせるのだ。いやです、宗家。暴れるなよ。そんな、いくら私が必要なくなったからといって、こんな仕打ちは弟に。ふーん、あなたは俺を弟と認めてくれていたのか。話せ。ダメだよ、俺の方が力が強い。よせ。この間組み敷いた時に分かった。あなたは俺よりずっと華奢なんだな。やめろ。不思議だ、あなたはずっと俺の支配者だったのに。アキラ、今の俺の手の中にいるあなたはちょっとでも手荒にしたら壊れてしまいそうだ。一体あなたはどんな声で泣くんだろうか。やめくれ。俺の腕の中でもがいている若は痛々しくて壊れそうで、優しく扱ってやりたい反面、もっといたぶってやりたくなる。よせ。苦しい。じゃあもっとだ。若は感じるとこんな表情をするのか。素敵だ、感じてるんだね。兄さん、あなたを超えてみせる。相変わらず良き声、良き音色。アキラ、よくやった。こちらへおいで。はい。さあ、忍はこちらへもらおう。藤代はお前のものだ。年内にも襲名披露を行うとしよう。ありがとうございます。しかし兄は。心配には及ばん。忍は寒月でもらう。元吉に養女を取らせ、それと結婚させて、ゆくゆくは忍を寛月の家元にする。そんなことになったら孫の元吉さんは。孫には寛月を継ぐだけの才能はない。これは元吉も承知のことだ。それではあなた方は俺を藤代の家元にするのが目的じゃなくて、若を寛月に欲しかったんですね。私は知らない。寛月を継ぐだなんて、そんなこと聞いてない。忍、宗家のお言葉に逆らうというのか。牧さん、あなたは全て承知だったんですか。私は寛月と藤代双方のためになると思ってしたまでです。では宗家は、いや、あなた方は兄を見捨てたわけではなかったのですね。忍は我らが丹精した花なのだよ。手放せるわけがないではないか。宗家、我らは藤代の若を少しずつ追い詰めて狂っていくのを待っていた。それは我らは忍に寛月を継がせたいのだ。わからぬか、昭。寛月の芸は人にはまえんのだ。